箱庭心理セラピストの春です。今日は簡単に箱庭のことを説明したいと思います。箱庭は木箱の中に砂が入っているんですけど、ここに好きなおもちゃを入れていくセラピーです。いろんなおもちゃを選んでいくことで自分の表現につながるので、とにかく自由に楽しんで砂の感触とかを味わってもらったり、みんなで一緒にミニチュアを置いていくことでいろんな自分に気づいていけます。まあ、箱庭で使う砂には、癒し効果があるので、まあ、触ってるだけでも、気持ちがほぐれてきたり癒されたりします。あと、まあ、ミニチュアを置くだけなんですけども、なんとなく気になったものを置くとか、そういうなんとなくの中に、まあ、自分の無意識なものが含まれてたりはするので、まあ、そういうところもね一緒に読み解いていたりします。振動で止めてんじゃん。あ、ケンケンどっち？ここは自分の作った地形なんですって。あと、木をもうちょっと増やします。おー。